シャルル・フィリジェなどに出展した。最初、ポスト印象派の画家、エミール・ベルナールに影響を受けたスタイルであったが、より単純化された、構成の独自なスタイルに変わり、象徴主義の画家とされることもある。ポンタバン派は1895年にゴーギャンがタヒチへ出発した後、活動が低調となり、フィリジェの画家としての成功にも陰りが訪れた。 パトロンのオーロシュフ興からの支援が打ち切られ、生活に急し、アルコールと薬物に溺れ、友人の画家とも会うことのない暮らしとなった。ブルターニュの宿を転々とし、アルコール依存症の治療のため病院に入院した後、1928年にブレストで没した。1948年に文学者でシュルレアリストのアンドレ・ブルトンによって再発見された。 ウルトンはフィリジェをアバントラレトラのシュルレアリストだと評価した。ありがとうございます。